大食いタレント、ギャル曽根、37、が29日放送の TBS 系、桜井、有吉の座夜会、木曜後10:00に出演。共演するタレント、有吉弘行、49、から本名で呼ばれ、赤面する場面があった。この日は、スタジオにデパ地下、大丸東京店、ほっぺタウン、を再現し、値段を見ずに2万円を目指すという企画を実施した。有吉チーム、桜井チームに分かれて対決したのだが、有吉チームに入ったギャル曽根は、お弁当コーナーで爆食い。カメラに収まっていない場面でも、お弁当を食べ続けるギャル曽根に向かって、有吉は、夏子、何やっているんだ、夏子、とツッコミを入れた。進行を務めるお笑いコンビ、アンガールズの田中拓司、47、が、ギャル曽根の下の名前言わないでください。と小声で注意すると、ギャル曽根も、私、曽根、夏子って言うんです。あまり言わないでください、と赤面。その後も、夏子、と繰り返す有吉に。